結構喋るね。おいで。うわ、かっこいいね。なんだよ。ゼロ。ゼロで走り回ってる。ドンちゃんたち。でもこれは。いらないの。ラーメンマン知らんよ。え、そばや。これはドンちゃんのね。入ったらどうです？いつもどうだったら。ねねねねね、かわいいの。あ、いいんじゃん。うん。メタに座ってな。うん。はい、中山夫婦です。はい、今日は、ナダルさんが CM でやっている今流行りのな、はい、流行ってるのがこれな、チキンラーメンをあの食べ方でやってみようと思います。はい、うん、美味しいか美味しくないかはチキンラーメンです。はい、にかかってますな、うん、じゃあ今日もよろしくお願いします。ジェラードン、ミュージックタン、タタ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 タ、はい、こんな感じ。トレーラーハウスから見る外、はい、こんな感じで、はい、いつもソファーの上でいます。はい、ま、このチキンラーメンを使ってナダルさんの食べ方をしたいと思います。ちょっとこれをメスティンを使っていきたいと思います。わざわざ車から取ってきた。今日湯炊きますね。まず材料はチキンラーメンとカレーのルーとチーズ。はい、はい、チキンラーメンメスティンに入れます。よいしょ。熱いなメスティン、うん、あっと入りました。はい、入れました。でカレーのルーを一個ずつね。もう簡単に言ったらカレー味のチキンラーメンってことね。もうめっちゃ簡単に言ったらな。まあここまではね。ここまではね。でもで、ここにチーズを入れるみたいです、ね、チーズも入れます。チーズ、さあ、合うかな、どうかな。まあまあまあ、まあまあまあ、ここまでやったらまだ合うんちゃう。まあまあ、カレーとチーズ最高やろな。ここにお湯を注ぎます。お湯少なめにしよう。このラーメンステンちょっと大きめやから薄いよりも濃い方がいい。いくよ。いきます。うわ、少なめな。どれぐらい、これぐらいでいいんじゃん。うん、まあ、一回こっちやってみる。本当にうわ、気持ち いうわ、やばいな、これ。これぐらいでいいんじゃないですか。じゃあ、メスティン蓋をしちゃいます。まずはよっしゃ。はい、甘いです。わあ、楽しみ。どんなんかな。もう3分だったんちゃう。まだやろ、今歩いてきただけよ。もうだったんちゃう。一回、ちょっと俺自分のやって、ママ開けん。俺ちょっと硬めやからさ、きついよ。一気に、おかずひろ。いいわ。もうちょっと。どうだった？俺もこれいっとくで。おいくん。うん、ちょっと湯がいでな。カレーの要素なくない？ここや。混ぜてよ。今ちょっと待って。あ、混ぜて。あ、カレーっぽくなってきてるな。チーズも下から溶けてきてるからね。あ、でも匂いする、チーズの。うわ、美味しい。うわー、来た。来ました。あ、来たな、カレーの匂いと。うわー、やべ。やべ。完全にちょっとお湯少ない。ちょっと一個。アイロン少ないな。少ないな。よっしゃ。
もうチーズもええ感じに。うわこれはこれ食わんでもうまいわ。あこれ美味しいな。匂いやば。もう俺出来上がったから。出来上がったから。完璧です、うん。チキンラーメンのカレー味のチーズ味いきます。はい。うわ美味しそう。98点。あ、まあまあ高得点やん。めっちゃ高得点やん。いや、嘘嘘ついた。嘘やな。92点。あ、うん、美味しい。まあ美味しいよな。めっちゃカレーカレーしてないしな。あそうやな、まあ、ネギとかトッピングしてないしな。うん、コクっていうか、あれやん、ルーのカレーの濃さみたいな、うん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 、このん刺激のないのがないやん、あんまり、うん、普通でカレーあるやん、うん、チーズやん。だから今の要約するとまろやかにしてくれてるのがチーズ。まろやか、まろやか、まろやかな。いやこれはこれで美味しいな。うん、だから92点っていうのは、うん、チキンノーマルのチキンラーメン、うん、95点。うん、下がったらあかんねん。え下がったらみんな食べそうとせへんやん。じゃあうまいよ、うまいけど、うん、ノーマルとこれやったら意味が分かれん。ノーマルとこれやったらノーマルの方が好きやろ。チーズの味せえへん。チーズの味全然せえへんな。うん、なんでなん、不思議。あいチーズ好きやん。うん、まあ、俺普通やん。うん、味ない。うん、おった。ちょっと溶けてないだけだよ。うん、なんチキンラーメンでさ、うん、ウニさんとか札幌一番とか、うん、あれやん、うまかっちゃんとか、うん、チリチリやでな麺。じゃあちょっと次は卵かけご飯を作ってきます。これはうまかった。はい、ごちそうさまでした。次は卵かけご飯チャレンジ。これを砕いてください。えバリ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 。斬新な形じゃない。いや、あ、入れやすい。ああ。じゃあ、ここのご飯に、あ、チキンラーメンをかけます。うわ。どうする。で、次は黄身だけ、ちょっと真ん中を開けて、黄身だけを入れる。そう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 。黄身だけ。黄身だけです。はい、じゃあネギをかけてください。量をかけてもらって、はい、賢くなるからな、ネギは。言うたな、昔言ったな、それな、うん、はい、で、最後ちょっとだけ醤油をちょっとだけね混ぜて。あ、どうやろな、これ味。うん、いただきます。よし、取ってみ。どう。何？どうやったらよ。美味しいか美味しくないかわさび。美味しいのか美味しくないのかわからん。答えになってないじゃん。何言ってんだ。美味しいか美味しくないわかる。もうちょい入れるわ。チキンラーメンな。ああ少なすぎる。少なすぎたな。少なすぎる。どうぞ。え、ちょっと待って。あ、結構入れたね、チキンラーメン。はい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 。うん、なんか難しいね。難しいの。説明。うん。なんだよ。うん。味、俺普通。うん。卵かけでご飯でいいかな。まあ、うまいわ。うまい。うん。うまいけど。卵かけノーマルのが好き。なんかお菓子感覚もあんねん。うん、
醤油が少なくてもいいけどな、うん、チキンラーメンの味がしっかりしてるから。ああそういうことか、うん、お菓子感覚でした、うん、お菓子感覚でした。2回言うかな。シャーって言った言ったシャー、うん、シャーでした。もはや何も言えてない。言ったあ、はい、じゃあ最後のアイスクリーム取ってきますね。はい、はい、じゃあこれ最後の取ってきました。バニラアイスです。バニラアイスです。ここにチキンラーメンを入れると、はい、ここにちょっと言ってな、うん、思うがままに入れて。あーいいな、そこ全然入ってないやん。いやいや、ちょっと待って。まあ愛は少ないバージョンな。俺はちょっと多めのバージョン。なチキンラーメンが生かされへん。あ、こんなもんや。そうやな。ちょっと味が濃いから。さてさて、美味しいんでしょうか。混ぜます。こんなんよう考えたな。流行ってんな、こんな。流行ってるかどうかで、CM でやってる。うわ、どうなんやろな。なんなん、こんなん。誰が考えるの、こんなん。スイーツ。デザート、これはめっちゃうまい。これでかかったな。そんだけうまかったやな。これうまい。あーそう、うん、うまかよ。うま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 そうに見えへんけどな。普通にバニラ食べてる方がうまそうに見えるけど。ケチつけるな。まだまだ、後から来る。うまいわ。やろ。これめっちゃうまい。ほんま、こんなんこれめっちゃ美味しい。うまいわ。あの、な、うん、これはリピートありやな。甘さの後にこう塩辛さがあって、ああ、全部いったな。うんまい、うん、全然違う、あの、うんうんうん、スイーツ。俺甘いもん、ケーキとかさ、うん、酒のあてにするときあるやん、うん、これめっちゃ美味しい。これ、これをさっきいきます、うん、からのハイボール。まあ、ぴったり。なんか甘さの後に、ああ全然ウールド皿あんのこれ。え、開け方な、なんなんこれ。ちゃおもろいやな。開け方これ失敗してんな。失敗してんな。全然ご飯と袋がピンと合ってなかったもんな。えぐいな。全然ちゃうとこに掘り込んだもん。卵50以上、うん、余裕でクリアしたのか。うん、やってみようか。よし、一番好きなものやからな。よっしゃ、 OK、はい、やろうか。じゃあ次回は卵の大食い対決を夫婦でしたいと思いますので、よかったらお付き合いよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ今回もありがとうございました。ありがとうございました。